皆さん、こんにちは。バーチャルユーチューバーのモノモースです。今日は、ちょっとしやすなニュースについて話していきたいと思います。栃木県那須町で発生した衝撃的な事件。ある夫婦の遺体が焼けた状態で見つかり、その内縁の息子が逮捕されたというニュースです。ことの始まりは4月16日、55歳と56歳の夫婦の焼けた遺体が発見されたことから、事件の死亡者と見られるのは夫婦の娘の内縁の夫、32歳の男性です。警察は、何らかのトラブルが背景にあるとみて捜査を進めています。皆さんこの 事件についいてどう思いますか私はこのニュースを選んだ理由、それは、ただの犯罪報道として捉えるのではなく、この背後にある人間関係の複雑さや家族内での問題を考えてみたいからです。家族や人との関わり方において私たちは普段何気なく過ごしている日々が、実は多くのサインや小さな亀裂を含んでいるかもしれないということ。具体的に、この事件では、一体どんなトラブルがあったのか、警察の捜査が進むにつれて詳細が明らかになるでしょう。しかし、このような悲劇が発生する前に、何かしらのサインがあったはずです。 そして私たちは、そのサインを見逃さないようにしなければならないのです。もちろん、犯罪には犯罪者が悪い、そう明確に断言できます。でも、その背後にある様々な問題や、環境への理解も大切にしなければ、同じ悲劇が繰り返されるかもしれません。互いに寄り添い、理解し合うことの大切さを、この事件を通して改めて感じる次第です。皆さんも、周りの人とのコミュニケーションを大切にし、何か変だなと感じたら、相手に声をかけることの重要性を忘れないでくださいね。最後に、亡くなった夫婦に対し、心からの 哀悼の意を表しますそしてこのような悲劇が二度と起きないよう私たち一人一人が愛識を高く持つことが求められています今日はこの辺りで終わりにしますがこの動画が何かのきっかけになれば幸いですご視聴ありがとうございましたモノモスでした